はい、それではです、ね、今回の動画ではショートカットキーを使って過剰書きをつけずに開業する方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。でまあ、どういったことかといいますと今この文章でいうとこの開催日から申し込み期限のところまでこの黒丸の、ね、過剰書きがついていますけれども、まあ、ここでこの申し込み期限の下にもう1つ文章を打ちたいといったときに、まあ、ここで,です、ね、開業を押すと自動的に上の過剰書きがついてきてしまうということがワードの場合は起こるんですけれども、まあ、この過剰書きをつけた な,くないよと言った時きにショートカットキーをね使うことによってこの過剰書きをつけずに開業ができますので早速ねそれをやってみたいというふうに思います。でまあ、やり方はですね簡単でエンターキーをただ押すんではなくてシフトキーですねキーボードのシフトキーを押しながらエンターを押します。 はい、そうすると先ほど開業したときはね、過剰書きがついてしまいましたけれども、今回はつかずに開業をされましたといったことですね。はいまあ、こういった形でですね、この過剰書きをつけずに開業したいときは、ShiftEnter、まあ、というのを、ね、使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。それではは、ね、今回の動画は以上になりりまますありがとうございました